国政府は3月6日夜、日本が韓国からの入国を制限したことへの対抗措置として、日本との短期滞在ビザ免除措置と、すでに発行されたビザの効力を日本の入国制限強化開始と同じ3月9日午前0時に停止することを発表しました。韓国外務省の助事官は、日本から流入する感染病を徹底統制すると強調、日本から入国するすべての外国人の入国手続きも厳格化されます。発表に先立ち、韓外相は6日、富田駐韓国大使を外務省に呼び、日本政府の対応を不当な措置だとして抗議、非友好的で非科学的だとして撤回を求めていました。抗議、そして翌日には対抗措置という韓国側の対応を香港やシンガポールの大手メディアが取り上げており、記事の見出しは、すでに100カ国が韓国からの入国を制限している、このような状況でも政治問題化させる韓国に対し、主にアジアの人々から呆れの声が相次いで寄せられています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。